はい、行きましょう。現在の気温マイナス3度。あったかいね、今日は。よしこ。おお、スノーシューがズボズボ入る。おっと、ちょっと危ない危ない危ない。積もってるね。てか、そこ登るの？もういきなり登る嫌なんだけど。あ、そこに入り口があるわけね。あ、誰かが作ってくれた跡があります。よいしょよし。いや、こっちからだよ。うん、よし、行きましょう。今日雪深いね。あー、楽しい。でも今年人いるよね。いや、今日ほんと深いわ。このくらいないとね、前で歩いてる人はかんじき履いてますね。ちょっとかんじきだとこの、あ、前に歩いてる人ってうちの奥さんじゃないですよ、その前の人なんですけど、この深さだとかんじきじゃつらいですね。スノーシューの方が絶対いいです。うん、楽しい。よいしょ。そっち行くの？歩いてないところか、そのさっき歩いた人がいるところ、ショートカットだけど。ショートカットすんの？いいじゃん、こっち通ればさ、こっち順路なんだからさ。でもすぐそこ、大きく回っていかなきゃいけない。いいよ、ま、いいよ、任せるよ。じゃあ冒険ってことで。うん、はい、行って。行って、行っても。お。アタックモード、うん、アタックモード炸裂。うん、楽楽で、俺も、うん、よいしょよいしょ。よいしょ。ああ、な、登りがきつい。よいしょ。ああ、よいしょ。お、お、着いた。あ、休憩ポイント。っていうか、もう着いてるんだけど。どんだけ遅れてんだ、遅れてんだ俺。よいしょ。よいしょ。ああ、着いた。まあ、着いたって言ってもまだ半分は来てないんだけど。よいしょ。ここでいつも休憩します。ここはね、風が強いから息がないんですよ、いつも。
はい、おお、絶景ですね。いやー、いい天気だ。今日風がなくて最高。雪も深くて風もなくて、下手したら今シーズンもう今日で最後になっちゃうから、楽しんどかないと。よし、行くか。こっからが登りなんだよ。まあずっと登りだけど、赤城山はこうやって石が赤いんですよね。栃木の南大山のなんだっけ、熊だっけ、獅子だっけ、イノシシだっけ、うん、と赤城山のムカデが戦ったんだよね。それでムカデが負けたんだよね。それでムカデの血がバーってなって赤くなったんだよね。うん、っていうかムカデの血って赤いの？青いのじゃあ。いや、青かねえと思うけど、赤くねえと思うんだけどさ。まあいいや。よいしょ。登りなんだよ、ここ。ああ、くたびれた、もう。よいしょ。よいしょ。さすがにここら辺は風が当たるとこだから雪がみんな飛ばされてる。すごいよね、こんな山の上でも鳥が飛んでんだもんね。よいしょ。おー、来たねー。ここだよ、ここだよ、タイタニック。ここちょっと危ねえね。おー、すごい、今年雪が多いからちょっとすごいです。ちょっとこの先行けません。ちょっと怖いです。タイタニックできません。ジャックは落ちて死んでしまいます。よいしょ。ここ割と平らなんだよね。去年この辺でアカシアの幹の皮がみんな剥げてるとかって言って、それ白樺だよとかで突っ込まれたんだよね。これは何、風で、あれでしょ、剥けちゃってんでしょ、皮が。食害じゃないよね。上の方もみんな、皮が、木の皮が取れちゃってるもんね。大変だ。いやー、いい。赤城はいいよ。車で3、40分でここまで来れるんだもん。最高だわ。群馬県最高。ここだよ、ここ。よいしょ。すーごい。これです。そうね、これ以上行けないね。ちょっと怖いね。ザクって言ったら終わりだよね。ザク？グフ？ここまで？うん、もう行けない。そうだね、ちょっとここまでしか行けない、行けない。っていうか怖い。ダメ。こんな、チャレンジ YouTuber じゃねえんだから。
っていうか YouTuber なんて言えるほど大したものでもありません。私すいません頑張りますよいしょ。いやー俺やっぱ調子路一番好きだわ。楽しい、程よく、そんな急でもなく、かといって平らでもなく、ここを登っていきます。あと何メートルぐらい？ 500ないよね。200、いや200以上はあると思うよ。300メートルはある、300メートル以上あるんじゃないの。200ってことはねえと思うよ。いや、足がはまる雪に。よいしょ。さすがに妻に撮影しろとは言えないですね。この雪じゃちょっとストックがないと歩きづらい。まあ私カメラ持ってるからストックは片手だけなんですけど、結構大変です。雪深いわ。これやっぱりスノーシューの方が楽だね。感じより全然アイゼンじゃダメだね。もうちょいでもいいんだけどよいしょ。からまた上りですね。もう少し、あと100メートルぐらいかな。よいしょ。ちょっとストックなしだときつい。よいしょ。あ、片手ストックだけでも随分楽だな。スノーシューの足跡をトレースできるだけでも全然違う。よいしょ。まあもうすぐだ。ああ来た。祈りを捧げてるような格好してる人がいる。リビングオンザプレイヤーじゃないですか。はい、来ました。長七郎山 1578.9 メートル。去年も言いましたね。そしてあそこが国土交通省先に国土交通省なんで先言っちゃうん。よいしょ。今日富士山見えないね。富士山あれじゃない。え、わかんない。もうどれだ見えないですよ。うん、いいよ。あれかな。富士山見に来てるわけじゃないから。あー、いい景色だわ。やっぱりワンシーズンに1回ぐらいは来たいな。天気もちょうどいい。照りすぎず曇りでもなく風も穏やか真っ白。あー今年はいい、穏やかだわ。雪もあるし、あの元日のあの地獄の大沼湖畔は何だったんだと思うよもうね、2月も半ば過ぎるとだいぶ風も穏やかになってくるよね。よし、下りは楽だよ。
結構滑るよね。何？そういう誰も通らないとこを通るの？深い。こっちから登るルートの人は大変だな。ていうか誰も来る気配がない。まあ多分今日は明日なんだろうな。今日は土曜日だからね。大丈夫か。ここ開けてんだよね。つうか下りはあっという間だよね。なんでそういうとこ行きたがるわけ？滑るのか？滑れないよ、スノーシュー。ソリ持ってくればよかった？いや、ソリ持ってきたら結構な勢いになっちゃうよ。やめたらいいよ、ここ。ダメだよ。結構な急勾配だぜ。すごい、今年雪多い。楽しい。毎日来たい。来られないけど。何遊んでんだよ。立山アルペンルートみたいな道だな、ここ。今日ここが一番の難所かも。狭い。よいしょ、ここ大変。大丈夫？俺の屍を越えていけ。わけわかんないこと言って。こんな、ここすごいね。道じゃない。スノーシュー脱ぎたい。でも脱いだら余計ハマる。てか前の人はスノーシュー履いてないと後ろの人が大変だ。よいしょ。ここやっぱ順路じゃねえんだよ。木みんな踏んじゃってる。踏まないルートを作る？こっちの道じゃなくてこっちを作りました。これでいくらか木を迂回できる道ができました。やっぱり、ね、最初通った人がねちゃんとしたとこ通らねえとダメなんだよ。いやマジで。ああもうすぐだ。よいしょ。最後にあれがあるとは、あの難関があるとは思わなかった。よいしょ、よいしょ、よいしょ、お、着いた。それでは
またね。